皆さんこんにちは、バックカントリー穂高の太田です。梅雨明け宣言まだ出てないんですけども、おそらく今日も少し雨はここでもう降っていましたけども、もう今は上がってですね、曇り空になっています。まあ天気図を、まあ予想天気図も含めてですね、見ていると、僕は結構参考にしているのがウェザーニュースのこの天気図なんですけども、この天気図は今、今日本日の12時から、次に21時の天気図、それから、23、24、25、26、27、29日までの天気図、予想天気図が出てるんですけども、これを確認しているとですね、今日ここで、まあ、雨が降ったんですけども、その後今日の21時になると、まあ、前線は消えてそのままですね、なくなってしまって、一時また前線がですね、日本というか、まあ大陸ですね、韓国のあたりに前線がかかるんですけども、それも、北海道から先にまた押し上がっていって、だから28時ぐらいで北海道がちょっと荒れるかもしれないんですけども、それ以降前線っていうのがもう消えてしまうので、まあこれで梅雨明けということになります。で、今日もうこれで今日降って、明日あたり梅雨明け宣言が出るんではないかなという感じなんですけども、まあ梅雨明け宣言が出てもですね、まだ大気不安定な、まだちょっとこう大陸の方でですね、前線が残っていたりとか、これからまた低気圧が通過したりとかすることもあるかもしれないので、まあ天候の判断っていうのは慎重にしていただければと思うんですけども、梅雨が明けてですね、しばらくはまあ雷の心配もしなければなりません。特に北アルプスなんか高山帯はですね、今度梅雨が明けて晴れ間が多くなって、日中のですね、こう街中の気温がどん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 上昇していくんですけども、今まで降っていた雨水がですね、山に相当蓄えられています。また石灰なんかも今年は結構たくさん残っています。その石灰の水分っていうのが急激にですね、これからまだまだしばらく蒸発をして、それが積乱雲、雨雲というか雷雲に発達して、まあ夕立、これからお昼であったりとか、まあ早い時は午前中11時ぐらいに夕立が来たりとかすることもあるんですけども、遅い時は夕方4時とか5時とか6時とか、ちょっと薄暗くなってから夕立が来たり、その時によって違うんですけども、これから夕立による、まあ雷ですね、特に落雷の事故、それからまあ寒気が入るとですね、その温まった空気と上空の寒気で、まあ強烈なですね、対流が起こって、夏場でも氷が降ったりとか、あられが降ったりとかすることがありますので、そういった時はもう上はですね、すごい、気温が一気に下がったりとか、あられとか氷とかは、まあ、体をすごく冷やしたりとかですね、して低体温症とか、まあ、そういった事故なんかも起こってしまうことがありますので、まあ、その辺はですね、まだまだ梅雨が明けたから安心っていうわけじゃなくて、朝からですね、天気図をしっかり見て、雲の様子を確認して、雷、にわか雨、そういった予測もしながらですね、登山を楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。またですね、夏山シーズンになると、まあ、最近はちょっと減ったというか、うちのこのバックカントリー穂高は昔駅前12年前にですね、穂高駅前でオープンして、最初はまあ登山者の方が朝4時ぐらいに駅前のロータリーのところに、まあ、夜行列車だったりとか夜行バスで到着をされて、そこで朝5時の始発の中房温泉に行くバスっていうのが出るんですけども、その間にですね、まあ、忘れ物のチェックだったりとか、忘れ物の補充なんかもできたりとかするように、ちょっと早朝から営業してたりなんかもして、でその時にですね、よく忘れ物の対応でですね、結構多いのが登山靴の忘れ物であったりとか、まあ、登山に出かけてきて電車の中とか車の中とかで、登山靴のですね、そこがこうパカッと剥がれてしまったりとかっていう、それは管理の問題なんですけども、それが剥がれてしまって壊れてしまって登山靴がない、登山靴についてから少し歩き始めて10分ぐらい歩き始めたらそこが剥がれたとか、そういう方がまあ登山靴をですね、求めに来られたりとか、あとはまあここ最近はですね、そういう早朝営業ももうここ5、6年はしてないんです、もっとかな、していないんですけども、ただタクシーの運転手さんが そういった方を見つけた時に、登山口とかで困ってる人、またはタクシーで乗せていった方が、まあ、困ってたりとかすると、うちのお店をですね、まあ、紹介されて、まあ、電話が朝6時とか5時にかかってきてですね、それでこれから靴が必要で靴を買いたいとかいう方への対応っていうのを、大体ですね、年間3件4件
駅前の時はもっと多かったんですけども、まあ、そういったことの対応っていうのをしてたんですけども、まあ、最近はちょっとその対応もできなくなってきていないんですけども、まあ、でも、まあ、連絡があったりとか困ってる人が必要であればお店をですね開けて、まあ、早朝時間外でもですね開けて、そういう時はもう予約とかそういうの関係なしにですね対応するんですけども、また学校登山とかで東京の方から来られる中学生とか、まあ、ガイドさんが連れてこられたりとかした時に、一度、まあ、登山靴が生徒さんたちの間で2足かな、2人の方の登山靴がちょっとこう具合が悪くてそこが剥がれてしまったりとかして、その時に対応とかもしました。まあ、その辺はですねちょっと電話ではなかなか朝、まあ、起きれればいいんですけども、まあ、対応できない場合もあるし、対応できる場合は対応しますけども、できれば前日にでもですね、まあ、連絡いただいたりとか、全然夜でもいいんですけども、夕方でも連絡をいただいたりとかして、まあ、困っている時はですねとりあえず電話をしていただいてですね、もし出れれば出ますけども、出れない時もあるんでそれは申し訳ないんですけども、まあ、そういった感じで連絡していただければ一応対応できる時は対応するという感じで、まあ、でも、うちではですねそれほど安い靴というか、まあ、1万円前後とかセールになっているような靴とかそういうものは一切置いていないので、まあ、最終的にはバックパッキング用の登山靴っていうのを新品をですね購入いただくということにはなるんですけども、と、まあ、それでもいいよという方、特に壊れた方はもう使えないし買い替えようっていう方はどのみち登山靴が必要なんで、まあ、そういった方はいいと思うんですけども、まあ、忘れてきたという方でも購入されて、行かれた方も今まで結構いらっしゃるんですけども、まあ、お家に帰れば自分の愛着のある登山靴があるんだけどっていう方は、まあ、購入まではちょっと考えられないという方は、まあ、諦めていただくしかないんですけども、まあ、そんな感じの対応は、まあ、これから夏場そういった忘れ物ですね、対応はまあできる場合はしますので、その時はまあご連絡をいただくと。ただ朝早いとですねなかなか電話に出れなかったりとかすることもあるので、まあ、出れない時もですねしつこくかけていただくか、または Facebook のメッセンジャーなんかは結構確認しやすかったりとかするので、まあ、そういったもので連絡をいただいたりとか、それはうちのホームページから Facebook の方にリンクを貼ってあるので、僕のですね Facebook のアカウントのところにメッセージを入れていただいたりとか、そういうことで、まあ、気がつけばなんですけども、そういう時は対応しますので、まあ、北アルプスのですねこの界隈に来られた方で、まあ、お困りの方はしてください。まあ、登山靴に関してですね、最近はもう例えばポレッキングボールとかそういった道具っていうのは置いていないので、まあ、登山靴に関して、まあ、登山靴があればとりあえず登山はできたりとかで、まあカッパを忘れてくるという方も時々いらっしゃるんですけども、ただリュック自体リュックサックは忘れてくるという方は過去に一度だけ聞いたことありますけども、なんか電車に置き忘れて降りちゃったと。でも寝ぼけててもリュックは結構持つものなんで、それで登山靴を別に持ってたりとかすると忘れているとか、夜車にですねリュックを車のトランクルームに準備をしたと、その時に登山靴を入れるのを忘れててここまで来てしまって、朝ご夫婦でですね、登山靴がないということで購入していかれた方もいらっしゃいます。そういう方からはですねもう神様のようにこう拝まれながら、その方はまあ登山に行かれたりとか、それは穂高の駅前でお店を開いてた頃なんですけども、それもまあ早い時間にお電話かかってきて、車で前日かなんかに確か対応したような記憶がありますね。まあ、そういう感じで、まあ、穂高の駅前で営業してた時よりはちょっと対応しづらいというか、ここまで連絡をつけづらいということもありますけども、まあ、困った時に一応ですねうちの予約のページのところに僕の携帯電話の電話番号が書かれているので、まあ、一応夏場シーズン中ですねは、まあ、できるだけ出れるようにしたいなと思います。ただその時は安い靴とか、とりあえず必要ななんか中古の靴みたいなのとか、あとは何でもいいから安い靴っていうのはうちには置いていないので、そこを期待されてもですねお答えできないんですけども、一応ローバーの革のバックパッキング用の靴、うちでずっとフィッティングをしているその靴しかご用意はできないんですけども、まあ、それでよければですね、まあ、困った時はですねご連絡いただければと思います。第1はもう忘れてこないようにしてください。特に電車に乗られる方、電車の中に忘れて降りてしまったとか、あとは、まあ、お家を出る時に忘れてしまったりとかする方もいらっしゃるんですけども、その電車に置いて降りる方、降りてしまうっていう方は登山靴をですね別にこう手で持っているっていう方がほとんどというか、そうじゃないと忘れないんですけど、できればですねリュックサックの中にもう登山靴をしまうようにして、持ち歩けるぐらいの余裕を持ってですねリュックサックもちょっと大きめを選んでくださいねって僕は
おすすめしているのはですね、まあ、そういったものも全てリュックサックの中に、例えばトレッキングポールなんかも電車で来る場合はですね、やっぱこう先尖ったものがついてたりとか、ピッケルなんかもそうなんですけども、全てのものがリュックサックの中にしまえるような感じで登山口にまで行っていただければなと。特に電車をご利用される方とか公共交通機関をですね利用される方は、そういった金物類もですね全部入れて、登山靴も手持ちのやつは全部入れて、中にしまってですね、外にブラブラつけたりとかすると、また他の人に誰かにぶつかったりとかして迷惑をかけるので、そういうこともなく、だから本当は50リッターでいいものを70リッターのリュックを用意することで、それは全て解決できることなので、そうするとストックもそうなんですけど、トレッキングポールをこうリュックに刺してですね、歩いてるて歩行者の方、周りの方にちょっとこう危険な思いをさせてしまったりとか、そういうこともなくなりますので、それと自分の忘れ物っていうものも、そういうトラブルからも防止できると思いますので、まあ、リュックの中に全てこう収納してこう登山に出かけるように、その前に忘れ物チェック、これはですね、うちで例えば登山靴とかを、まあ、登山靴とかお手入れセットを購入された方にこれを全部お付けしてるんですけども、一応ですね、うちで作ったこんなパンフレットみたいなものがあって、登山教室に参加されてもこれを渡されます。で、これもともとは登山教室の、スタンプカードみたいになってて、まあ、このスタンプを全部集めていってもらうような感じの登山教室でですね、参加してスタンプをこう一つずつ押していってゴールまで頑張ってもらうっていうような目的であるものなんですけど、そこにこういったですね、持ち物のリストが書かれています。これは北アルプスを日帰りから、まあ、2泊3泊北アルプスのようなまあ高山帯の登山をですね、2泊3泊するときに必要なものがここに書かれているような、まあこういったものでですね、出かける前にもう ご自身で表を作られてもいいと思うんですけども、それでチェックすると、よく登山届に装備表も書いて、自分の持っている装備も書いて登山届をこう出したりとかっていう方もいらっしゃると思うんですけども、出かける前にそれもチェックするっていうことを癖にしていただければ忘れ物も減るのかなと思います。特にカッパとか入れたか入れてないかも、まあ、気がつかない、何も見ずにこう考えてると、まあ、準備 OK かなとか思ってると、意外にカッパっていうのが本当に大事なものなんですけど、入れてないんだけどなんか入れたつもりでいるとか、でもこういうものでチェックしてカッパ入れたかなっていうのを記憶でたどれば、カッパを入れた覚えないなっていうのを気がついたりとか、また靴下、替えの靴下まで用意してなかったとか、そういったこうちょっとした忘れ物っていうのもこういうものでですね、チェックしていただくことで、忘れ物を防ぐことができますので、まずは第一は忘れ物しないっていうように気をつけていただければと思いますので、その辺もですね、これから夏山シーズン、とうとう梅雨も明けてですね、これからシーズンに入りますので、忘れ物をせずにしっかりとですね、こう準備をしていただいて、で、登山もですね、最新の注意を払ってですね、雷とか雨雲、天気図、そういうものを見ながら、または落石とかですね、そういった、落石を落とす加害者にもならずに被害者にもならないような登山、あとは転ばないように歩く、どうすればこう転ばないように歩くかっていうところも気をつけながらですね、いろんな面でこう五感を働かせながら登山を楽しんでいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。これはこう引っ張れば輪っかがどんどん閉まっていくような感じで、でこれにですね、例えば石を使う場合はこの石を石にかけてキュッとした場合はこれでアンカーになる、おもしね、こんな感じ で、あとはこれをカリツナに縛ってれば使えるの で、こういう石はですね、石で固定するようなところはテント張りもそれなりの場所に石があるんで置いてあるから、それを使えば、まあ、前の人が使ったやつがそのまま置いてあるので、それを使えばいいんですけど、で今度はこれをこの針綱に、最終的にはこの本体側にこの自在がついて、
ダーッと伸ばしていくと、この末端側はこんな感じで、針綱をあと、まあ、1メーターぐらい足してですね、こんな感じでジョイントして、こっちの足した針綱で石をアンカーにしたりとかペグを打ったりとかして、この時代でテント側の時代で調整すると、こういう感じですね。これが最も有効なテントの張り綱の使い方です。